おめでとうございますいやおめでとうございます。すごい試合を見せてもらったよ。いやすごいですね。いやもうここに書いてるように、はい、佐々木朗希、はい、完全試合、ね、達成ということで、はい、おめでとうございます。いやもうね途中からやるなっていう感じがあったし、うん、なんかこう悲壮感もないし、なんか余裕があったよね。なんて言うんでしょう、この完全試合っていうのは他にもすごい記録があったんですけど、いやあるあるある、この内容が素晴らしい。いや内容はね完全試合でしたね、うん、ちょっと記録をちょっとこうね書いてるけど、はい、13人連続奪三振、1回に2アウトから5回終了まで、はい、全部三振という、なんて言うんですかね。いやすごいよこれこんな記録ができるんだね、うんうん、まあ、佐々木朗希っていうのはさ、はい、あのちょっと異次元いってるぞっていうようなそんな感じもしたのね、はい、で打席に立ってあのプロのバッターたちが当たるかどうかっていうのがもうそういう次元になってるわけね、うん、バットに当てれるかっていうような、うん、当たったら拍手みたいな、だからなんて言うんだろう、もうちょっとレベルが一個上っていうかさ、急にぐんと飛び抜けてきたというイメージがあるんですけれども、飛び抜けてきた、いや本当に、うん、だからその中のね打ち上げがね13連続奪三振の打ち上げが、はい、10個が空振り三振なんだよね、うん、で3つが見逃した三振、はい、で見逃し三振っていうのは手も足も出なかったと思うんだよ、はい、そのぐらいいいコースに決まったし、うん、読みが外れたかっていうようなことだと思うんだけども、はい、10個の三振っていうのは振りに行ってて当たらないんだから、ね、あのバッターたちが、はい、またオリックスっていうのは、うん、まあ、吉田正尚を筆頭に、うん、結構ミートしてくるバッターが多いんだよね、はい、だけどそのバッターたちがやっぱこう当たらないということがね、うん、すごい。でトータル的に1試合19奪三振、これ、うん、これはね、オリックスの野田、阪神から、はい、うん、オリックスに行ったね、はい、野田がやっぱ19奪三振をロッテ相手に取ってんだよね、うん、だからその記録に並んだという、うん、もう最後取れなかったかなって、まあ、最後はね杉本が代打出てきて、うん、19個目を取って記録と並んだんだけどさ、はい、いやこれも超えられたかなっていうようなそんな感じもしたけどね、はい、まあまあそれはそれで、ね、超えられたところですごい記録でした。そうだね、これでも素晴らしい記録ですね。27個のアウトのうちの19個が三振ということで、そうそうそう、8つしか前に飛んでないんだ、はい、すごいよな。しかもこう受けてたのはルーキーの松川。いやそれでね、はい、点の取り方が初回に先制をして、うん、6回に5点取るんだよね、うん、でその守ってる時間が待ってる時間がちょっと長かったんだよ、うん、だからこれどう大丈夫かなと思ってたけど、でも松川が満塁からね、はい、センターオーバーの走者一掃を打つんだよね、うん、その時に喜んでんだよね、すごい喜んで、いやだからいやものすごくね、もうね5回ぐらい終わってぐらいからはもう完全に意識してたと思うんだよ、うん、まあ、完全試合ノーヒットノーランは絶対できるかなっていうような、はい、うん、それで松川が打った時にこうやって喜んでるから、あーえらい余裕がある、うん、ただやっぱりリズムが1対0でずっと行ってて、はい、相手が宮城だったんだよね、うん、宮城もテンポのいいピッチャーだから、はい、割とこうテンポよくリズムよくマウンドにこうチェンジでね、うん、上がれたと思うんだけども、はい、木に5点取ったからその時間待つ時間が長かったんだよね、うん、だからそのなんていうの7回ちょっと心配になったけどさ、うん、よかったね、うん、もうそれも特に問題なく、あ、ま、全く問題ない、ね、うん、素晴らしいピッチングですね。それとね松川がねやっぱりこうずっとオープン戦の時から佐々木朗希と組んでて、うんうん、あんまりね最初オープン戦の時っていうのは佐々木朗希も首振るケースが多かったんだけども、はい、松川に任せた部分もあったね、うん、だからすごくねバッターを裏をかいてる、はい、そういうリードもあったし、うん、ここでまっすぐで押すだろうなと思ったら変化球投げてみたり、うん、変化球で行くだろうなと思ったらズバッと行ってみたりとかさ、うん、だからまあ確かにボールがすごいから何言っても大丈夫だろうって言うかもわからないけども、はい、
でも完全に 裏を書いたね、うん、リードもあったしね。じゃあそういった配球ももちろんこういったことに、いやつながってると思うよ、ね、やっぱり、うん、佐々木朗希だけの、うん、力ではないしね、はい、やっぱ松川も相当貢献してると思う、うん、だから松川も石川を完封させたりだとかさ、はい、佐々木朗希完全試合やらせたりとかさ、そうですよ、ね、やっぱね松川もね称えなきゃいけないと思うんだよね、うん、いやもうこの前入った、ね、ルーキーのしかも高校生、うん、とは思えない記録と思えないし、そうすごいどんだけの運を持ってるんだという、ね、そうですよね、って入ったらすごいことが起こってますね、うん、まあ、そうだね、はい、だからまあ、昨日山本由伸が投げてね、はい、まあ、勝ったんだけども、うん、なんかすごく苦しんでたんだよね、はい、でも今日の佐々木朗希を見ると山本由伸よりちょっと上行ってるぞっていうような、うん、そんな堂々たるピッチングだったよね。これキャリアを積んでいくとどんなピッチャーになっていくんでしょうっていうのが未知数ですね。いやいやもうね、うん、パ・リーグのバッターたちはもうメジャー行ってくれって思ってるよそらね、このピッチャーと対戦できるバッターは幸せだね。よく江川さんが我々の頃はナンバーワンのピッチャーでって、うん、はい、でも巨人の選手は戦わないわけじゃない、ね、打席に立てないわけじゃない、はい、だからそういう意味では我々は幸せだったんだよね、うん、で逆にピッチャー側は大犬がいた、長嶋さん、王さん、はいはい、ね、巨人のピッチャーは不幸だなって、うん、ああいう偉大なるバッターたちに投げられないと、うん、もうそういうピッチャーになってきてるよ、うん、佐々木朗希のに真剣に打席に投げてくるボールを見れる打者っていうのは俺は幸せだと思うよ。裏表なところはありますね、なかなか打ち崩せないっていうので、うん、だなっていうところと、そういうピッチャーで対戦できるっていう、うん、これもしなんとか佐々木朗希投手を攻略するには何か手立てはありますか？俺は思いつかないそうですか、まあ、とにかくね、ま、うん、っすぐをなんとかせないかんと思うけど、ま、はい、っすぐが前に飛ばないもん、うん、弾かれる、うんうん、だからなかなか難しいけど、だからといって変化球待てるかって言ったら、うん、待てない、うんうん、だからまっすぐをなんとかするしかないけどね、はい、ないけど、まあ、21年ぶりの記録という、うん、まあ、牧原ひろみがね、はい、今でいうヤフーオクドームでやって以来、はい、21年ぶりの記録という、はい、で美馬がやりかけたんだよね、はい、今ロッテのね、うん、まあ、それが9回までいったと思うんだけど、はい、先頭バッターになんかヒットかなんか打たれてダメになった、うん、その時牧原が言ってたよ、いや、やってほしいという思いもありながら、はい、絶対やんなよって、うん、で打たれた瞬間ガッツポーズしたってだから今日はね、負けないにとってはね悲しい一日だと思うよ。そうですね、うん、ただもう見ていてもこれは仕方ないと思うような内容だったでしょうか。いや、この内容がね、はい、やっぱできないよ、うん、13連続奪三振っていうのはなかなかやっぱできないよ。これは異次元に行かなきゃいけない、うん、できない記録だから、すごい、やっぱファンも、うん、だから試合終了後泣いてるファンがいたね。いやー、もう今日の試合を生で見られてるファンっていうのは、いやー、これはね、素晴らしい経験ですね。一生のうちにね、うん、見れないよ、うん、いや、だから、うん、だから、いや、感動を与えるな、佐々木朗希って。本当そうですね、うん、それとね、もう躍動感がやっぱ違う、うん、手足の長さが違う、全身のバランスもとても良いです。顔もちっちゃくてスタイル良くて、ね、スタイルいいし、うん、で終わった後も、うん、いや俺、まあ、とにかく記録は作って、うん、まあ、完封したよって、うん、まあ、感じじゃやったよってでもね、なんか大喜びじゃないんだよね。そうですね、いや俺がやったらおかしいかみたいな感じなんだよ。だからやって当然みたいなさ、うん、まあ、今日は調子良かったしやって当然だよみたいな、なんか余裕すら感じられたんだよね。だからそういう意味では、はい、なんかすごくスケールの大きなピッチャーがまた出現したなっていう、まあ、山本由伸がなんかもう負けないピッチャーになってるけども、うん、佐々木朗希はなんか見せれるピッチャーになってきたなっていうね、うん、ね、うん、もうワクワク、次はどういう投球がっていうのもすごくワクワクしますし、うん、昨日プロ野球ニュースでさ、明日の
注目パ・リーグはって言ったら、佐々木朗希が投げるんだと思って、うん、どんなピッチングするんだろうっていう、もうすぐ佐々木朗希って言ったら気になるようになったもんね。やっぱこれで全国の人がやっぱそういう風になってくると思うけど、うん、まあだけど本当におめでとうね。まあプレッシャーもあったと思うよ、はい、だけど、まあ、それをなんてプレッシャーを感じさせないような余裕あったし、うん、むしろ守ってる野手の方がガッチガチだったよね。いや最後9回こちらにまで緊張が伝わってくるような守備で、うん、だから藤岡なんかショートゴロなんかものすごい硬かったから、いや気持ちはわかるよ、気持ちはわかる。もうこんな記録の前に飛んでくるなっていう気持ちになりますか、うん、まあ、いやそりゃそうだ、絶対飛んでくるなってフライなんかもう絶対嫌だし、まあゴロも嫌だけどね、うんうん、まあでも本当におめでとうございました。本当に素晴らしい完全試合でした、ね、いや本当に感動しました、はい、ね、プロ野球の、まあ、スポーツの定義っていうのは、はい、やっぱ感動にあると思うんだよね、うん、だから本当にまさしく、はい、感動しました。おめでとう、はい、おめでとうございます。